さて、大変お待たせいたしました。本日大きな目玉であります小関様の講演に移りたいと思います。海洋研究開発機構ジャムステック研究員の小関耕作様による高海高気圧に関する講演となります。小関様におかれましてはジャムステック大気季節内変動関連現象研究チームの研究員としての研究活動のほかですね、著書に梅雨前線の正体で強調に天気と気象について分かっていること、いないことなどございます。また、NHK 一定の学ぼう防災等で、その愛称をモテ作として出演されるなど、多方面で活躍されております。本講演にあたりましても、何招待講演者という枠にとらわれず、企画段階から40回メンバーと直接意見交換をさせていただいております。私と個人としても大変本日の講演楽しみにしてまいりました。それでは、小関さんよろしくお願いいたします。こんにちは。じゃあよろしくお願いします。今日はですね、高海高気圧っていうテーマなんですけど、単にこの高海高気圧はこういう話、こういうものっていうのを知ってくださいねっていう話にしたくないんですよ。で、僕が言いたいことはですね、高海高気圧はむしろ脇役で話していきますので、ですね、ちょっと皆さんに今3枚ほどお配りしてるんですけど、1枚目は30分ぐらい経ったら後で使います。ただのペンキ図ですけど、はい。で、2枚目をちょっと見ていただきたいんですけど、それをこれが終わる後にですね、いただきたいな、全部集めたいなと思ってますんで、題してですね、スーパー40マスタープログラムって書いてあるんですけど、これ適当な名前ですけど、それが意図するところっていうのを、が僕の今日のメッセージというかですね、言いたいことということです。で、高海高気圧っていうのを出しにして、そのスーパー40マスタープログラムをですね、ちょっと組んでいきたいなと。で、スーパー40マスタープログラムの資格なんですけど、皆さんもちろん気象予報士ですから、僕予報士持ってないんですよ。なんで本当に、ね、予報士の資格を取られた方って本当それだけで尊敬しちゃうんですけど、僕はもう問題集見ただけで諦めてほしいですから、今更資格っていうのはなんですけど、予報士であることももちろん素晴らしい資格だと思いますけど、今日の40マスタープログラムの資格はですね、僕と友達になってほしいんですよ。それだけですよ。で、何人か事前にですね、僕のフェイスブックでつながってくださった方いらっしゃいますけど、この後でももちろん結構ですし、あとはですね、シートにですね、ちょっと後でいろいろお聞きしたいことを、書いていただくことあると思うんですけど、できればですね、僕に下にメールアドレスを書いていただいて、で僕から後で返信できるようにしていただければ、それでつながれるかなと。で、結局意図はちょっとその最後の方に書いてますけど、今日だけにしてしまうとですね、単純にもう一つの高気圧の話をちょっと聞いたなぐらいになってしまうんですけど、それは非常にですね、2年前もここに来させてもらったこともあるんですけど、ちょっともったいないなと思って、で、こういう感じに考えてます。で、ですね、次に、任務っていうのがありまして、任務っていうとですね、具体的にこれとこれとこれを今日からやりましょうみたいな感じの雰囲気かもしれませんけど、僕が決める話じゃなくてですね、今日のちょっとシートにいくつか質問がありますけど、それにちょっと書いていくうちに、自分の個性に合った、これはちょっと自分に向いてんじゃないか、例えばビールだとかすごい面白いと思うんですけど、それに沿ったような感じで、だけど昨日まではしてなかったけど、ちょっと半歩踏み出して別なことをやったらこれもできんじゃないかなみたいなのを一つ教えていただきたいなと。でそれで結構で、しかもですね、もちろんですね、資格があって任務があったらですね、当然これが絶対欲しいと思うんですよ。
で、あの僕はもちろん何のお金も持ってないので資本はないですけど、これ莫大な報酬が僕は保証できるという話で、それで、あの皆さんにこの、スーパー40マスタープログラムで、ね、ぜひ参加していただきたいなという感じの話にしたいなと思ってるんですね。で、まあそれでですね、まあちょっとあの出汁に使うのがこの公開高気圧というやつなんですけど、まあそれを作り方っていう話ですけど、公開高気圧って何だったの？ちょっとまあよなそれ初めて聞きましたけどっていう人はちょっと手を挙げてもらってます。初めてですか？初めてですか？あ結構ですね。あ結あの公開高気圧を知ってましたって人何ぐらいいらっしゃいますか？半々ぐらいなんですね。結構意外ですね。まあこれは知らなくても全然、はい、当たり前というか、これ何かというとですね、僕が勝手に名前付けた高気圧っていうそれだけの話なんですけど、はい、ただそれを知って何なのかっていうのはですね、まあちょっとこの辺からあの話をしていきたいな。で、この公開高気圧の作り方ですけど、これは2つ意味があってですね、気象学的にどうやってできていくかっていう問題はもちろんあります。だけど、もう一つはですね、僕が ただですね、ある日、これを公開高気圧だと、僕が勝手に一人で名前つけただけですよ。正直、本当に。はい、ですけど、それがですね、今半分知ってらっしゃるという方がいらっしゃいましたけど、何人かの気象予報士の方がですね、はあはあ、なるほど、確かにそう言われればそうだなとおっしゃってくださったので、ですよ、あこれはなんていうか、ちゃんと研究にして論文にして、で世に問うて、でその上でまた予報士の皆さんにこういう使い方はどうですかという感じに、まあ、そういう意味で作っていくという意味なんですけど、その2つの意味でですね、作り方があるで、まあ、出来方ですね、結局。それをちょっとね、話したい。で、まあ、これ何のためなのかと。まあ、そんなことを話して何なんだと。まあ、公開高気圧に知ったって知らなくたって、どうっていい話ですよ。だって、気象予報士の試験には出ませんから。で、まあ、気象予報士、書いたらバズつきます。まあ、うん、まあ、ね、ニュースにも別に出てきませんので、知ったって知らなくたってどうだっていい話なんですけど、まあ、これ何のために僕が話すかという話なんですけど、僕の意図はですね、ここにあるんです。もうこれだけなんです。で僕がもう2年前ここに呼んでいただいた時からずっとこれを持ってたんですけど、予報士と、まあ、研究者でなかなか当時から、まあ、なかなかつながりがないなと思っていたからお受けしたっていうのもあるんですけど、今でもやっぱりそうだなと、まあ、でもだいぶマシになりましたけど、まあ、もっと対等にですねつながっていったらいいなと思ってるんですけど、これ対等にっていうのがなかなか難しくて、でなんかそのある場面ではその予報士の活躍がすごく、まあ、大事であって、その場所で研究者が出るわけないみたいなこともあるし、まあ、逆もあったりするんだと思いますけど、なかなかその学会の研究者たち、まあ、学会の中に予報士の方もいらっしゃいますけどと、まあ、例えば予報士会という中で研究者が、来る場があるのかとか、まあ、分かりませんけど、まあ、少なくともタイトルにつながっている状況では多分まだないんだなという気がするんですね。で、まあ、ちょっとこの公開高気圧の作り方の、まあ、出だしの上ですね、まあ、僕がいつも持ってるのはですね、まあ、気象をストーリーとしていつも考えてるんです。で、まあ、去年ちょっとニコニコ学会っていうですね、ちょっとおちゃらけた学会でですね、こういう話をしたんです。気象は空で放映中のレドラだと。でドラマのストーリーを読み取るのがまあ、気象学でしょという話をしたんですけど、で、まあ、だけどその気象学の中でもですね、予報士の方が注目するのはこっちじゃないですか。次回予告の方ですよね。過去じゃないですよ。過去どうでもいいじゃないですか。あるよね。明日どうなるのかと。でその信頼度が A なのか B なのか C なのかって話ですね。今そういう寸劇もありますけど、あれ具体的なストーリー素晴らしいと思うんですけど、そういうところも間違いなくそれ絶対必要 で、それはそれで大事だ。で、学者は何を気にしてるかというとですね、実は僕はあまり天気予報見ないんですよ。
あんまり見ないんですよ。見ますけど、多分普通の人と同じレベルです。はい、気象予報士の方のようなあのプロの感覚ではない。で、まあ、気になった時だけ、こいつ何なんだと。その過去の ある特定の登場人物のですね、なんか異常な性格とか、異常な行動とか、そいつが気になって、なんかそいつばっかり追いかけるみたいな状態になるのが研究者なんですね。で、これ2同じ気象学なんですけど、全くその結構やること違うんですけど、まあ、だからこそなかなかなんていうか業界が分かれちゃったかのような感じになってくるんですけど、つながるとですね、起こることがあるんですよ。間違いなく今までは全くなかったけど起こることがあるんですよ。で、それでできたのがですね、あの高解高気圧というものだよという話なんですけど、これは僕は教科書が書き換わる話だと思ってるんですよ。で、それは何かっていうとですね、例えば気象予報士の試験で、あの梅雨とは何かと書くとしたらこういうふうに答えますという答えがあると思うんですけど、じゃあその時の教科書がありますよね。で、小学校5年生とか、まあ、中学校2年生とか教科書で梅雨とは何かって教科書ありますけど、僕はもう間違いなくそれどんどん書き換わっていかなきゃいけないと思うんですけど、30年以上ない、30年40年変わってないんです。そんなことありえないんですよ。ありえないんですよ。本当は一つの決まった答えがあるなんてありえないんですよ。で、それはでもその書き換わらないのは気象予報士の方と僕らがまだうまくつながれてないからじゃないか。これ書き換わるべきなんですよ、これから。っていうことが、ね、やりたい話ですね。まあそういうことをちょっと、まあ、これはもうほんの一例としてですね、ちょっとやっていきたいなと。で、まあ、ちょっとお配りした3枚のうちの最初の2枚は、まあ、今日ここでちょっと手を動かしていただきたいことなんですけど、で、まあ、僕がやってるのはですね、まあ、連ドラの中でも、ツイドラをやってるわけですけど、まあ、教科書でいくとこういうことが書いてあるじゃないですか。バイオ先生って何ですかと、何十文字以内で答えなさいとか言ったら、おばさんの高気圧があって、ここを突っかい高気圧があって、その間に停滞する前線ですよと書くのが正解じゃないですか。でも僕だったらこれ、僕の中の教科書ではもうこれじゃないんです。で、それ、だから、ドラマとしてはですね、登場人物こういうのがいてですね、で、2人で押し合ってて、プッシュし合ってるわけですけど、ドラマの登場人物が、この3人でずっと固定で何十年もずっと来たわけですよね、はい、で、やることといったら毎年一緒ですよね。まずクールなガラケをしてきて、いや、それをじゃあホットなストレートなガラケを押し返すとね。で、まあたまに中頃盛り返すけども結局こっち行くのかいみたいな感じですよ。で、そのストーリーの次回予告を読んでらっしゃるのが多分気象予報士の方だと思いますけど、梅雨の天気予報がずれるっていうのは皆さんよく感じることだと思うんですよ。ってことはですね、この教科書のドラマのストーリーでは適用できないことがあるからずれるんですよ、じゃないですか。だから気象予報士の試験の答えとして教科書の通りに答えを得られたとしても次回予告が外れるんだったら意味があまりなくなってきちゃうじゃないですか。で、今のところ7割当たるけども、まあ、3割どうしようかって話になっていくと思うんですよ。なんか7割はこれでいいんですよ。7割はこれでいいんですよ。残り3割どうするんだっていうのは、僕らはこれから教科書書き換えて、もっと8割、9割にしていきたいわけじゃないですか。で、まあ、僕に言わせるとですね、梅雨が鬱陶しいのは、その本質はですね、あいつが鬱陶しいから、鬱陶しいのはですね、もう性格が優柔不断なんですよね。何なんだと。お前どっちに行きたいんだと。わかりますどっちが好きなのって話なんですけど、まあ、なかなかこうどっちも好きなんじゃねえかみたいな感じでですね、フラフラするわけですよ。で、動きが読めないんで次どうなんだろう、まあ、ドキドキするのはいいことですけど、まあ、次回予告をちゃんと書きたいんで、予報士の方はそれこう本当に外れるのは困るわけですよ。ドキドキするのは、ドキドキするのは視聴者だけでいいんですよ。予報士はちゃんと言いたいんですよ。どうなんですね、まあ、もうとにかく数値的にです、ね、予報士の技量云々じゃなくて、ベテランから新人から、まあ、いろんな方いらっしゃるんですけど、それはもちろんいろいろありますよ、きっとね。
だけど、もうとにかく数値予報として7割外れる、7割当てられると3割外れるんだろう。もうここを抜け出すことは今のところ厳しいです。はい、で、まあ僕はね、この教科書でいいのかと常々思うわけですよ。まあ当然、まあ、研究者はそういうものだと思いますけど、教科書を書き換えるために研究者が存在してるので、ところが教科書に反映されないままずっと来てしまうのを僕ら放置していいのかと、研究者としては。でもまあそんなね、大した研究じゃないと周りに言われてしまうと、教科書にはなかなか載らないよねみたいなことで諦めちゃうんですけど、僕ら予報士の方とちゃんとこううまく連動してたら、そんな仰々しい教科書じゃなくていいんですよ。ちょっとしたテキストとしてその辺の人がどんどん拡散していけば、あ、まあ確かにそう見ればそうだよねとなっていくんじゃないか、世間の常識がどんどん変わっていく。で、まあ、ある日の梅雨の天気図ですよ。でこれ見て何か思いませんかということなんですけど、ね、教科書で説明された通りのことっていいのかと僕は思うわけですね。思いませんか。おかしいだろ。何がおかしいか。何がおかしいですかね。何かおかしくないですかね。はい。で、なんか別に登場人物その3人だけかって言ったら、なんかもうちょっといそうじゃないですか。はいはい、まだ別に公開顧客だけじゃなくてもいいんですけど、はい、もうちょいいてもいいんじゃないのと、この3人だけでいいのかと。3人で済むんだったらシンプルなストーリーで、まあ昔ながらのよくある話でいいかもしれませんけど、もうちょっと事態が複雑なんじゃないかと。で僕はここに疑問を持ったわけです。君は本当にアプローチする気があるのかと。関係ないんじゃないの、実はこいつは脇役なんじゃないかと思い始めたのがですね、僕の、まあ、この研究のきっかけになったわけですけど、でも思ってただけなんですよ。でそれをつぶやいたところ、ある気象予報士さんですね、いや確かに僕は毎日毎日天気図見てますけど、それおっしゃる通りだと、そういう話かもしれないねと言われたから僕研究したんですよ。はい、で、まあ、何を言ったかというとですね、まあ、とにかく前提としてね、君は遠すぎると、ない、その遠距離恋愛あってもいいかもしれませんけど、別にね、いくらなんでも来なさすぎるだろう、これ一斉級ですからね、はい、これで関係あると言う方が無理なんですよ。でですね、むしろ僕らが散々気にしてる九州の豪雨とか、だから梅雨前線がかかって九州では大雨が降ってます、僕この1週間で何回聞いたか分かりませんけど、むしろそっちを説明したいんでしょと言ってるのに、ずっとオホーツクって言ってて何なんだとなるじゃないですか。むしろこっちでしょと思ったんですね。で思ったから とりあえず適当に勝手に僕は名前を付けたんです、はい、でいや、むしろこっちが影の主役なんじゃないかと言い始めたのが2012年だから、それぐらいですよ。あ、それぐらいから僕が学会発表した。で、学会発表を僕は全部 YouTube に公開してます。僕の学会発表。で、そのいう学会発表を聞いてですね、とある気象予報士さんが、確かにそうかもと言ったのでですね、ちょっと僕も本気出したんですよ。毎日天気図見てらっしゃる予報士さんが、そこまで言うんだったら本当かもしれないなと。僕は絶対毎日見てないんですよ。で、10年分、根性を決めて見ましたよ。全部見ました。全部見たらですね、いや、名前を冠するだけのことは、その資格あるんじゃないかというですね、まあ、結果が出たんですよ。これですね、もう本当、これ、本当、気象庁の梅雨入り梅雨明けで毎年揉めますけど、もうね、僕はこう世界が一変するというぐらいの、僕にとっては衝撃的な研究結果で、まあ、だけど、そうそう、そんな世間も知らないし、世間も衝撃を受けていないし、まだ大したことない存在なんで、何者でもないんですよ。教科書も書き換わっていないです。はい、ですけども、ちょっと今日ですね、実際お配りしますんで、これ今年のですよ。僕は研究対象に入れてないやつです。
だから答えは知らない。実際にですね、あの郊外にいる、あ、これ郊外コンケースって言っていいんじゃないかと思うやつに印をつけてほしいんです。ちょっと今から、何分あるんでしたっけ、僕今何分喋りました、はい、30分弱ですかね、今30分弱喋りました。あ、そんなにあるんですか。あ、じゃあちょっとゆっくりでも結構なんですけど、ほうほう、これ確かにそういうふうに見たら、これそう言ってもいいんじゃないのかなと思うやつに全部丸つけてほしい。あ、全然ぜひ、あの、やってください。あ、菊さん、持ってない、持ってない、持ってないです、持ってないです。あ、後ろにまだ余ってます、はい。いや、あの梅雨入り梅雨明け、まあ梅雨明けはまだ先ですけど、梅雨入りはあのね、もう大体全国、昨日東北ですか、え、まあ今日のは5月だけですけど、5月だけで梅雨入りした奄美が なぜか先に入って、沖縄があってですね、九州に来て、九州も6月でしたかね、だから5月で見えるのは奄美と沖縄だけだったかもしれませんけど、これ間違いなくいるんですよ。で、僕はこれ、あの、一切に手を加えないで、ただお配りしてるだけなんで、で、しかも研究結果は2012年までの天気図の10年分だけで出してた話ですから、今日のとは整合性取れてるかどうかは保証全くないわけですけど、それをちょっと見ていただきたい。わかりますかね、はい、実際ちょっと丸していただいて、はい、で、丸していただいて、もう一つ見つけてほしいのはですね、あの下にあのちょっと天気図の解説がちょっとずつついてますよね。で、そこに奄美梅雨入りってあるんですよ。あと沖縄もあるのかな、ちょっとわかんないですけど、で、その時の沖縄の、例えば、まあ、沖縄に印とかもつけていただいたり、奄美はここだなと、で、国会高気圧本当にいるのかと、ちょっとやってみていただきたい。で、これあの、まあ、今日は別にあのこれあの教科書にもない話ですし、試験でもないわけなんで、勝手につければあの何個の丸がつくかは多少バラつきあるかもしれないですけどね、そんな厳密に絶対これっていうのは決まらない日があるかもしれないですけど、はい。で、あの実は4月にも結構出てるんで、4月もあの興味ある人はやってみると面白いと思います、はい。でですね、あの、まあ、僕はこんな感じで丸つけました。ここいるよね、いるよね、はい、いる、前半は3回かな、で、奄美梅雨入りしたのは後半でしたっけ、あ、ここですね、ここが確か奄美かな、奄美がこの辺、あ、確かにいますね、ここ、1,2,3,4,5 で、後半になってくるとバンバン出てきますよね、わかります、はい。で、これ6月になってもあのどんどん出てきてますけど、5月と6月は決定的な違いがあるんですよ、決定的な違いがあるんですよ。で、それもあの今日終わった後で、あの気象庁の天気図見て、あ、これも明らかに違うというのをちょっと 見つけていただきたいんですよ、はい。で、まあ、ちょっとさっきも言いましたけど、これどうやって作ったかと、僕が勝手に名前つけました、それの時点で何者でもないです。で、その学会発表しました、何人かその学会っていうのは数十人の人が、まあ、こういう形で見てくださるわけですけど、で、それどうなのかな、なのか、まだ甘いんじゃないのみたいな、そうですね、まあ、ケンケンガンガンやられるわけですけど、まあ、僕は全部その質問も含めて全部 YouTube で公開してるんですけど、それをたまたま見てくださったり、すごい熱心な気象予報士の方がいらっしゃってですね、大竹さんって言うんですけど、はい、で、その方
はですね、あのこの画像を見たら確かにそう見えるの。なんとですね、僕は天気図で言ってただけなんですけど、しかもまあ他の別の七面倒くさいデータもいろいろ使ってましたけど、なんと衛星画像を1枚ポンと持ってきて本質をついたんですよ。お、この人すげえなと思いましたけど、まあ、ちょっとあんまり言いませんけど、あ、確かにその気象学的なあの高気圧がそこにできるんだとしたらこうなるよねと、雲で別な側面から説明されたんです。あ、すげえなと、これは絶対論文にしなくちゃいけないと、あのこの何人かの方が絡んでくださってですね、でこの点とこの点とこの点をデータで押さえれば論文にできるんだと、この時点で作れたんです、はい、で、まあ、こういう側面が作り方の一つとしてあった。で、まあ、これ、まあ、あの梅雨だけの話であって、あのたわいもない高気圧の一つの例に過ぎませんけど、だからこれが無数にこれから出てくるべきなんですよと僕は思うので、そういうことをあのこれは誰かがすごいからあの作られたって話じゃない、まあ、これはおかげさまで僕去年の気象学会で論文賞いただきましたけどあの論文賞すごいねっていう話じゃなくてですね、これはもうこういう話が気象予報士の方とまともに研究者がちゃんと普段からやり取りしてたら無数に出てきて教科書はどんどん毎年書き換わるはずなんですということがですね、まあ、一例として言いたかった。で、まあ、あの何によってできるかって言ったら、僕はその予報士の方は普段こう口にはしてないけど潜在的にモヤモヤしてるものが多分たくさんあると思って、それにこうたまたま研究者がこう無邪気に勝手にこれどうなんかなとか言ってつぶやいてることとガチッと会った時に、まあ、こういうのができるんじゃないかなと思うんですけど、今のところなかなかこのクロスが起きてませんけど、これを起こしましょうということが言いたいんですね、はい、で皆さんの方が絶対天気図見てる回数が多いので気づいてることとかこれ名前つけた方がいいんじゃないのかとか、この動きはどうなんだろうと思う回数は絶対多かったんですよ。でそれをここに投げるっていうのがですね、まあ起こったらいいな。でちょっとですね、後半はですね、なぜ君はそこにいるのかという話をしたいんですけど、これは気象学的な話です。公海高気圧は公海にいるから公海高気圧なんですけど、なぜ公海にいなきゃいけないのかと、これは問題なんですよ、大問題なんですよ。例えば今までそのオホーツク海高気圧有名ですよね、オホーツク海にいなきゃいけないんですよ。なぜオホーツク海にいなきゃいけないのかっていう話ですけど、オホーツク海になぜいなきゃいけないか、まあ大体わかるなっていう人いらっしゃいます。まあそれはそうでしょうと。はい。いや別にあの説明せよとか言わないですよ。大体認識はできてますというぐらいです。はい。はい。半分ぐらいですか。はい。まあオホーツク海が冷たいからですよね。はい。冷たいから冷たい高気圧を作りますよねって。まあ簡単に言えばそういう話ですよ。じゃあ今回どうなんだと。今回だいぶ緯度低いですけど、もう30度から35度ぐらいですか。そんな低い緯度で、なぜ君はそこにいなきゃいけないのかという問題なんですよ。で、まあ、あの最初僕が気づいたのが2011年あの九州で大雨の研究をしていたらいつもお前がいると。でしかもですね、5月の大雨の話をしている時と6月の大雨の話をしている時となんか違うぞと、これは意味があるんじゃないのかなと思うんですよね。で、ここの公開にいなきゃいけない理由があると思うんですよ。いなきゃいけない理由でですね、まあ冷たいんでしょう、公開は。公開冷たいんですよ。はい。まあ、あの気象庁のページで海水温とか見れますから、ぜひ見てください。確かに公開の海水温は冷たいんですよ。めちゃくちゃ、緯度で言ったら30度から35度ぐらいですよ。あの、はるか50度とかそっちの緯度に比べたらだいぶ南ですけど、こんなに冷たいのかっていうぐらい冷たいんですよ。ぜひ見てください、はい、なんでそんなに冷たいのかと。これはですね、浅い、あのこれ水深を緯度で書いてるんですけど、水深を緯度で書いてるんですけど、まあ、水色になってるとか100メートル以下です。
100メートル以下でどれぐらいの浅さか分かりますか？琵琶湖ぐらいですね。琵琶湖が1年後ここにあるようなものなんですね。まあ、うっすらこうあるわけですよ。まあ、普通の海はこっち側ですね。500メートル、1000メートルと。だから海は、熱しにくいし、冷えにくいと、まあ普通は言うじゃないですか。ここはですね、まあ、そんな感じでもなくて、実はですね、まあ、めちゃめちゃ浅いので、冬の季節が、冬の間に季節風がバンバン吹くとですね、キンキンになるんですよ。どれぐらいになるかって、もう 10度前後なんだけど、はい、5月なんでも10度、15度とかそんなもんですよ。めちゃめちゃ冷たいんですよ。で、これ、本当に真冬はこの辺で、流氷ができるらしいですけど、流氷が、氷が凍る最南端の航海って、はい、めちゃめちゃ浅くて、で、しかもですね、まあ、周りは、まあ、中国大陸ですけど、こう5月、6月、7月ってなったら、当然、春になるから暖かくなってきますよね。で、陸はバンバン暖かくなります。陸はバンバン暖かくなりますけど、これ気温です。気温です。で、まあ、線がですね、気圧の、気温が、まあ、まあ、いいです。まあ、温度がどっちが高いかという色を見てほしいんですけど、まあ、大陸だけ先にバンバン暖かくなっちゃう。5月で、今回だけやったら冷たいね、まあ、18度とか切ってるわけですよ。そうするとですね、温度差でこの岸を挟んでものすごい温度差ができちゃうんですよ、はい、だから大陸だけどんどんその温まって低気圧になっちゃう。で、すぐその、まあ、低気圧はこう西から東にやってくるわけですけど、ここだけ異常に冷たいので、ここ通り越せないんですよ。はい、要するに、ここだけ異常に冷やされてて、冷気がボーンとドームのようにこう溜まってるとですね、低気圧がそこに来ようとしても来れないので、結局、下を避けるか上を避けるか、どっちかするしかないんですね。はい、でそれぐらい強力な冷気の塊がですね、まあ、オホーツクはもちろんもっと冷たいですけど、ここが九州の梅雨前線がここをこうかかりますよね、5月に。そしたら、ここでしょうという話なんですね。はい、でこれ6月です。まあ、1ヶ月ずつですね、ちょっとずつ温まりに出しますけど、今度はですね、まあ、黒潮がものすごい暖かいのがどんどん入ってきますよね。でそれに比べると、こっちはまだ全然冷たいというその温度差も考えなきゃいけない。で、大陸が当然どんどん暖かくなっていくので、ますますですね、朝鮮半島の内側のところですか、ここだけが、君だけ、まだ冷たいのと。もう6月だぞ。バンバン温まって、こんな、もう最近で言うと、最近の気温なんて、まあ、20度超えるのが当たり前になってきましたけど、25度とか30度近くまで行くのが当たり前になってきてるのに、君だけそんな、気温なのかという20度来たりするわけですよ。そこだけ冷たい高気圧として残るんですよ。でそれをこうやって梅雨前線が北上するか絶対できないんですよ、はい、だけどこいつが消えさえすればですね、はい、上に北に上がれるわけですけど、まあ、例えばこう本当実際ですね、こう南北に切って海の中と大気でどんぐらいになってるか見てみると、こんな感じですって図なんですけど、まあ、まだ大丈夫ですかね。これはですね、こっちが太平洋ですね。はい、で、こっち側がその、いわゆる黄海。中国北部まで、黄海が真ん中ぐらいか。で、これ、海の中200メートルぐらいの温度です。まあ、水色のやつが15度以下とか、まあ、冷たい水のだと思う。でまあ、深く行けば冷たいんですけど、黄海はもう表面まで全部冷たいんですよ。水深が100メートルしかないですから、冬の間にキンキンに当然冷やされる、まあ、季節が何回かバンバン吹いたらですね、もうあっという間に温度下がってきます。まあ、それはね、熱いお湯でやってもお皿の上にこう薄っぺらいのがなってもフーフー吹いたらあっという間に冷めますねって話です。で冷めちゃったらですね、その上の大気はどうせどうやったって冷たくなっちゃうでしょう。それが5月にはですね、
上が大気ですね。大気の温度。全く水温と同じ気温なんですよ。でこれが、下層1キロぐらいまで、ドーム、冷たい、機械の、まあ、ドームになってるわけですよ。で、これがいる限りは、梅雨前線はこの位置よりは北には絶対いけないんですよ。ということですね、じゃあここで梅雨入りしてるんでしょう。これがどんだけこう北に行くかで梅雨入り、梅雨明けって話になるわけですよ。でまあ、だからとりわけ僕は九州の大雨の話をしているから梅雨入り梅雨明けの話をするときは崩壊崩壊ってすげえ大事なんじゃないかっていうことが言いたいんですよ。だから例えば今この関東で話すんだったら、あるいはそのオホーツク海崩壊もちろん重要だという話になりますけど、それだけじゃないでしょうという話なんですよ。でも実際だからこの赤から水色に変わるこの間が梅雨前線ですね、だと思ってください。まあ、この印つけましたけど、でこれがですね、6月になったらどこに行くかちょっと見てください。はい、ここに行くんですよ。なんかそれは海がだ、さすがの、海もですね、それは太陽に照らされや温まっていくんで、はい。で、浅い分だけ反応も早いんですよ。素直に温まって、南から素直に温まってくるんですよ。広い海だと、どこを温まるかっていうのは意外とですね、難しくて、単純に南から単純に温まるっていうのは意外と少ないんですよ。黒潮が海流が通ってたらそこはものすごい温まるし、他の海よりも、まあ、親潮が通ってたらもっと冷たくなっちゃったりとかするんですけど、井戸依存っていうのは実はあんまりないんですけど、もう海流全然ない浅いただの水たまりみたいなところはですね、季節にちゃんと砂物にこう水を南から温まっていきますねというのに従って梅雨前線を動く。ほんで梅雨明けってどういうことかっていうと、もうこれがいなくなるよねという話です。はい、もうこの7月、僕が10年間見た限りですね、7月25日以降に崩壊高気圧が現れた日は1回もないです。はいはい、例えばじゃあ梅雨明けって一番遅かったのはいつですかと見ていただくのが一つの基準かもしれませんけど、今年どうなのか分かりません。今もうこれね、すっごい使えるんですよ。はい、でも実際もう簡単に言うと、もうすげえ深い太平洋は当然ですね、まあ熱しにくいし温めにくいですから、ドンと構えてるわけですけど、今回っていうのはめちゃめちゃ浅いので100メートルしかないので、その単純にお日様がこう夏になりますね、夏至になりましたね、温まってきますねって言っても南から素直に温めてくるんですよ。そうするとその間のコントラスが梅雨前線でしょって言うんだったら、ちょっと当然素直にこう上がっていくじゃないですか。はい、いう感じです。オホーツク海高気圧って実はですね、まあ、さっきの教科書で行きましたけど、こう押し返してきたりフラフラするじゃないですか。あれ実はこうじゃないんです。はい、素直に南から単純に上がっていきますねで済まないんです。あれオホーツク海はもっと深い海が深く冷たいから、だからもっと別な要素で大きくなったり、だから押し返してきたり、一回引っ込んだり、別の要素がいっぱいあるので、だからふらつくんですよ。だけどこいつはですね、もう安定の動きしますから、これすっげえ分かりやすいです。はい、もうふらつかないです。はい、っていうのはですね、まあこう言ったらですね、まとめるとこういうことです。僕が言いたいのは、むしろ天気図を見るよりも。僕はですね、ある時期からですよ、ある時期から僕は天気図を見るよりも梅雨の気象庁のですね、海水面温度データのページありますよね、見たことある人いますか。あ、さすがですね、さすがですね。あそこ見てれば梅雨明けが分かるんですよ。これすげえなんですよ。だけど、まあそんなのね、教科書に書くような話じゃないかもしれないですけど、まあこの内輪の10人が共有できる教科書があったっていいんですよ。はい、そういうのを作りたい。で、まあそういう意味でのね、気象学的に崩壊崩壊の作り方っていうの、まあこう後半ちょっとお話ししたんですけど、まあ言ったらですね、まあこういうことですね。これ今日の僕のテーマはですね、常に何かその別な、全く別なその関わりがないと思われていたものを交えると真ん中に何か残ると
いうことが僕が言いたいんですけど、冬、まさかですね、梅雨の話をするっていうのに、梅雨のことしかみんな今まで見てなかったんですよ。それそうですよ、梅雨の研究なんだ。梅雨の大雨どうでしたか、はい、暖かく湿った空気はどうでしたか、そうなるじゃないですか。ところが全く別なところからやってきたですね、よそ者がですね、全てをコントロールしてるわけです。わかります。でこれはすごく面白いことで、で、まあ、春の、まあ、中国大陸の加熱がどれぐらいか、それももちろん別な要素ですけど、まあ、この2つで決まるんですね。でだから僕は九州を見ていれば九州の梅雨が分かるんだと思って10年間ずっと研究してたの全く分からなかった。だからここに来たんですけど、で開発してみるのは大体よそ者なんですよ。何かその内輪でなんかこういう悩みがあるっていうことがあった時にですね、これもう自然の断りなんじゃないかっていうぐらいですね。でまあその前半話したその予報士会と気象学会ですとか、まあ、研究者と予報士でもいいですけど、まあ、それぞれが抱えてる何か問題があった時に解決してくるのは絶対お互いの予想なんですよ。これもそうなんですよ。でですね、まあこの僕の話は大体この辺で終わりますんで、あと、まあ、10分ぐらい時間あるんですかね。もうちょっとあるんですか、まだあるんですか。あ、それでですね、ちょっと2枚目の、そっちをですね、今からちょっと皆さん書いていただきたいで、まあ、すでにですね、僕にメールとか Facebook で書いてくださった方はそのまま書いていただいても結構なんですけど、まあ、改めて別なことを書いてくださってもそれでも結構です、はい、でお名前の取得はぜひいただきたいんですけど、メールアドレスを最後に僕に教えるかどうかは任意で結構ですので、ちょっとぜひそこだけ書いて、その最初の3つですね。で僕らが研究者はですね、予報士の皆さんに僕らができることないかなといつも思うんですけど、例えば今日みたいにですね、呼んでいただいて何かお話させてもらうみたいなのはできることが一つかもしれないけど、ごくごく一つにしすぎないかなと。で日常的にもっとたくさんあるはずだなと僕は思ってて、それを増やしたいので、そのためにそのまま書いていただきたいんです。そういうふうな動機で予報士になられたんだったら、僕この研究者知ってますという話になるかもしれないし、それだったらそういう動機、そういう業界から予報士になられたんだったら、あ、これは研究で今こういうことで困ってるので助けてもらえませんかという話になるかもしれませんし、わからないですけど、で最初の3つをですね、方針になられたきっかけとかですね、今日発表してくださったような話とかももちろんいいですし、いやもう本当ね、僕も気学者になったきっかけなんて言ったら、きっかけも何もなかったですね。気づいたらなってたみたいな感じなんで、そういう方もいらっしゃるかもしれないですね。でも予報士って試験があるから、やっぱりよほどね、難関を突破するためのモチベーションというか、そういうのもあったと思うんですけど。で、まあもしですね、まあ今現時点で、そこまで考えてないっていうのはあるかもしれないですけど、もし自分以外の身内じゃない誰かにですね、その予報士の力をですね、潜在的な力をですね、使ってなんかこう役に立ってもらう、誰かを助けるとか、誰かにありがとうって言ってもらうとかですね、何でもいいんですけど、もう例えばその最初に酒井さんがおっしゃったような企業みたいな大げさな話じゃなくても全然よくて、まあ、せめて家族の外側がいいかなと思うんですけど、自分の付き合ってるこういうサッカークラブのコミュニティで僕はこういう存在になれるんじゃないかとか、それくらいでもいいですし、自分の子供が通ってる小学校のところでこういうことが親として言えるんじゃないかとか、それぐらいのすごいちょっとちっちゃな一歩でいいんじゃないかなと僕は思うんですけど、で思いつく限り書いていただきたいなと。で最初の3項目だけでですね、ちょっともう3分ぐらいお待ちしますんで、大体書き終わったとしても
もう一個増やせるかどうかちょっと考えていただきたいんですよ。で最初スッスッスッと出てきたことは書かなくても知ってることで、ん？もう一歩ってところで出てきたことの方が僕ら研究者からするとすげえ助かるんです。そこだったら俺もう一歩こう半歩踏み出して手つなげるかもしれない。そこかもしれない。もうね。4番目に行っていただいている方もいらっしゃいますけど、はい、4、5と言ってくださっても、もちろん全然いいです。はい、でまあ、4番は単純に僕が参考になるっていうだけの話ですけど、まあ、全然その印象に残ったところはなかったと言われても、もちろんそれはそれで僕が参考になりますから、そのまま書いてくださって結構ですけど、ただですね、5番が僕は一番大事だと思ってて、これをしないともう変わらねえかなと、ここじゃねえかなと思ってるんですね。昨日まではやってなかったけれども、昨日まではやってなかったことで、いや実はこれできんじゃねえのかな、ひょっとしたらすごい簡単なことで今日からできるんじゃねえの、これ言えばいいだけじゃない、あるいはここに書けばいいだけじゃない、書いたものをここに公開すればいいだけじゃない、いうようなレベルで全然結構なんで、はい、まあ、あるいはその今まではそういう話題を一緒に話してこなかった人にあえてこの話題を振るとか、ね、それくらいでも全然されてる方もいらっしゃるのはもう僕重々存じ上げてるんですけど、常にこういうふうに発信してますという人もですね、その発信はまあ分かりました、それではなくてこれもっていう半歩ずれたやつです、半歩ずれたやつ、もうすでに俺にはこれできるからこれをそのまましますではないんです。僕はビールの発表もすげえ面白かったんですよね。だからもちろんいろいろ宿題もあるとは思いますけど、でもあのテーマがこの世の中にあるんだというのを知っただけで僕はものすごい楽しくなりましたし、はい、僕ビール全く飲めないんですけど僕お酒全く飲めないんですけど、懇親会と講演会は全く区別しないっていうそういう主義なんで、はい、もこのあとなんかその楽しげな寸劇があるといや歌劇団の、ね、この蒸し暑いのにさらにクソ熱い関田さんが出てきて暑苦しいことを言っしゃるそうですけど、はいはい、先ほど研究と土壌の世界をつなげて、あ、はいはいはい、7月11日に気象予報士会で気象機能講習会というのをやるんですけども、そこに茂木先生の水蒸気前線の発見、おー、ありがとうございます、あれが、はいはい、引用されて、あの説を大々的に、あれ全く日の目を見ないで、もうかれこれ5年経ってる、いや、だからそのぐらいの時間が経ったところで、はい、
もう本当にこの予報の世界にもうこれからの定石として受け入れられるような形で、発表されますので、鈴木和美さんがテキストで書かれていますので、以上ご紹介なので、はい、あの水蒸気前線っていうのもですね、僕あの勝手に名前付けました系なんですけど、僕そういうことばっかりなんですけど、それもですね、あの気象学会の中ではある程度インパクトもあったらしいんですけど、まあ、論文出してからで軽く10年なんですが、なかなかその結局あれ出して何だったのと、俺すげえって言いたいから出したわけじゃないなというのがですね、まあ、ずっと悩みだったんですけど、まあ、なんかその現業の方も多少その気にしてくださる方が何かおられるようになって、で、まあ、そうなってくれることが僕にとっては最大の報酬なんですよ。その最初の時に報酬がありますということを言いましたけど、その、まあ、資格はともかくとしてですね、僕はまあ任務を僕なりに決めて、まあ、何か研究するわけですよね。で、最大の報酬って何なのかというとですね、誰かが使ってくれて初めて俺はいて意味があったという話になるんです。金ですから欲しいのは、そうじゃないですね。僕はもう給料いただいてますし、全国あの血税で、そのくせこんなじゃらんぼなんですけど、まあ、でも、まあ、何かそのあこれは面白いと、でこういうふうに使おうって言ってくださる人が一人いれば、もうめちゃめちゃ報酬ですよ。はい、でしかもあの同じ気象学会の研究者同士とかじゃなくて、全く別の世界の人がそれをこう理解してくれて、全く別な用途に使ってくれたりとか、そういうことは絶対起こるんですよ。で、任務を決めてやれば絶対起こるんですよ。ただし、その自分の、まあ、例えば自分のフィールド、僕だったら気象学会ですけど、気象学会のフィールドの中だけでやっていると、絶対それはなかなか大きな報酬としては返ってこないんですけど、その外に出ないと、半歩外に出ない。昨日までやってたのとはちょっと違うことをやらないと、その報酬が来ないんですよ。はい、でぜひ、まあ、5番ですね、はいはい、あ、まあ、っていうかもうこれでおしまいなんですけど、まあ、5番ぜひ変えていただいたら、いいかなと。で、あ、まあ、時間がせっかくあるんだったらそうだな、あ、ですね、じゃあちょっとやりましょうか。まあ、僕の話はこれでおしまいなんですけど、まあ、全然梅雨だけじゃなくてですね、他にもこまごまとした NGO とか研究してますんで、その研究そのものにこいつ一体何なんだとわけわかんないやつだなと思った方はいっぱいいらっしゃると思いますけど、こいつ何なんだと思ったらですね、ぜひこちらに遊びに来ていただければ、まあ、大体その正体はね、お世話の正体はわかるかなと思いますんで、ぜひ来てください。でですね、ちょっと今時間が多少あるそうなんで、ちょっと今からですね、まあ、大体お書きいただいたと思うんで、ちょっと全員立っていただいてですね、全員立っていただいて、それでですね、で大体お隣さんいらっしゃると思うんで、いや、まあ、いなければちょっと前後で探してくださいね。ちょっとペアを作っていただきたいんですよ。ペアを作ってください。はい。で、まあ、多分隣でいいです。で、今からですね、せっかく帰っていただいたんで、まあ、もちろん僕は回収するので、皆さんのね、そういうの知れますけど、それだけだとちょっともったいないんで、せっかく隣になったご縁のある方に4番と5番を交互に伝えていただきたいんです。それぞれ1分ずつちょっと短いですけど、はい、まあ、私はその4番としてはここだと、こういう話だと、こういうふうに思ったと、まあ、正直こうでしたと、隣の人だけでいいんです、はい。でちょっと1分ぐらい交互で間に合わせに行くと、じゃあ、楠本さんの周りがいらっしゃるので、ぜひ一回直接お越しください。はい、ここでしょう。はい。あんまり見たことない。なんか、海水というものを意識したことがない。なるほど、なるほど、あ、そう、
な、こいつがうるさいから知ってたけど使いやすいよねっていう。なるほど、5番どうですか。具体的に誰でしょ。短くて誰でしょ。あれの出来方も確か冬から春の初め、あれにも一番関係してるんじゃないかと思いますけれども、なるほど、そこら辺はどうなんでしょうね。そうかもしれないですね。あれ東中でしかできないんですよね。だからそれは多分先ほどのやっぱり公開金額の通り道が少し変わって、あるいは発生するところかなと思います。そこら辺まで、はい、僕が研究してるわけじゃないですけど、すごい本質的なことで、高気圧って何を決めてるかというとですね、僕がその登場人物としてこいつが大事だと固定すると何がいいかというと、道路が決まるんですよ。ここ通ってもいいよという場所が決まるんですよ。そうすると例えば、台風、もちろん台風もそうですし、
ただの定期圧でも何でもいいんですけど、通っていい場所はそこしかないよねっていう場所が決まっちゃうんですよ。で台湾ボードであればそこですよねとなりますよね。だから固定してる高気圧ってものすごい大事で、はい、幹線道路を決めてるようなものだと思います、はい、でその視点でだからいろんな人が研究されたら面白いなと、はい、じゃあまあそろそろ時間だということなので、まあ、僕の話は終わりましたけど、まあ、僕が言いたいのはこういうことでしたということですね。研究テーマっていうのは僕ら研究者のものじゃなくて、もっと民主化されていいと。でそこにまず最初にその賛成権を持って入ってきていただきたいのは僕が予報士の人なので、僕らから支援できることがあればしますし、予報士の方が、僕らに投票するというようなことでですね、意思を示していただくのはもうこれがぜひやっていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、1675年、はい、6月27日、はい、とても歴史的な日になると思います。はい、ありがとうございました。茂木耕作先生どうもありがとうございました。大変熱いメッセージをお伝えいただきました。力を強いメッセージをいただきました。はい、では続きましてですね、チーム発表をですね、最後の3チーム目になります。40歌劇団としてですね、関田、私、山田、菊池、さんの4人で、発表となります。それでは、お聞きください。よろしくお願いいたします。